こんにちは、しょうです。今回もですね、前回に本当に引き続いて、フロントのアーセンをですね取り外した、状態からまたですね分解の方を行ってみたいと思います。今回はですね、メインは、前回に引き続いてのリア周りですね、のオーバーホールを行っていきたいと思います。でまずはですね、もう前回ちょっと厄介だった、このロールバー周りですね、この辺を取り外していくんですけども、このヒートシンクなんかについてるあの配線がですね若干細くて微妙に心配だったんですけど、やっぱりギボシがですね少し固めに食いついてる感じでしたね。で、まあメカボックスの方は取り外せたんですけども、このメカボックスに関してはちょっとまたですね改めてスピコンなんかもちょっと綺麗にしたいんで、改めてやりたいと思います。でさらにこのシャーシのなんていうんですかね、アッパーっていうんですかね、この辺を取り外していこうと思うんですけども、まずこのダンパーステ、外さないとロールバー外れないもんですから、ダンパーステの方を取り外してます。ちょっとね右側おかしなことになってますけど、まあこれちょっと後でね、詳しく説明したいと思います。こんな感じなんですけどね、まあ動き渋かったのが、まあこういうとこにもやっぱ原因があって、R 側ですね、右側これアッパーがもう全く動かないんですね。ガチガチに固定されてるような状態で、フロントでもあったようにカラーをやっぱり入れてない関係でビスで締めすぎちゃってるんでしょうね。まあそんな感じでもうちょっとねオーバーホール後はしっかり動くような足になるかなっていう気はするんですけど、やっぱりフロントでも言ったようにちょっとスプリングがやっぱ硬いかなっていう感じはちょっとしてますね。でロールバーの方を取り外しまして、先ほどのアッパーですね、取り外して、このバッテリーの、蓋、これを取り外せば、リア周り足だけですね、になりました。まあねスタビなんかがまだついてるんで、なんかフロントに比べたらごちゃごちゃしてる感じもするんですけど、このモーターの上側のビスですね、これフロントに駆動するジョイント部分と干渉してどうするんだろうと思って取説よく見たらですね、これをちょっと抜いて外せみたいな話になってて、タミヤさんって感じでしたけどね。動きはねフロントに比べるとやっぱり最初感じた通りちょっとなんか渋い感じです。このギアの当たりっていうか、まあ動きがですねガリガリまではないけど、なんか重たい渋いっていう、なんかそんな感じですね。もう手はもういつも通りのこんな感じになっちゃうんですけど、ではですね、ちょっとリア周りアッセンを、見ながらですね、ギアボックスだけの状態にしますんで、いらない部品ですね、スタビと、足回りの部品を、またバラしていきます。この辺はねなんかさすがに眺めて見てるだけでも取説見なくてもですね、バラすだけならなんとかなるかなっていう感じ、そんな難しいところはないと思います。で、ギアボックスのみになったんですけども、ちょっとこれカップジョイントになんか石が噛み込んじゃっててですね、やっぱりねリアなんでフロントに比べていろんなもんが、飛んできちゃいますからね。こういう もちろん汚れとかギアボックスのその外側の傷とかですね、その辺はフロントに対してはちょっと多いかなっていう感じはしますね。本当様子がねやっぱり、まあモーターが取り付く関係もあるし、組み立てるビスなんかの数もですね随分フロントに比べるとリアの方が少ないんですよね。モーター外しちゃうと2本かなぐらいしか止まってないんですよね。
ではですね、リアのギアボックスの方を、分解していきます。ちょっとなんかねベアリング飛び出しててこれなどういうことなのかなってちょっとあんまり理解できなかったんですけど、さっき言ったようにですね、この下側でボルトナット1本、上側でタッピングビス1本っていう非常にシンプルな感じで止まってますんで、フロントに比べればですね、簡単にパカッと割ることができます。もう中はね、もう説明するまでもなく、フロント同様にモリブデン系のグリスがですね、たっぷり塗られてまして、もうティッシュ何枚使ったか分かんないぐらいの感じで、もう清掃の方を行ってます。こんな感じでね、ほんとギットギトなんですよね。でまあね、ある程度、終わって、で前回ちょっと問題になったシーリングですね、ここに止まってるんですけども、ちょっとねこれまた画面上非常に見にくいんですけども、カップジョイントのベアリングの、中側かなに、溝が切ってあって、これですね、やっぱりね少しなんかいびつな形になってるんですけど、フロントはねさらにもうちょっといびつな形してたかなという気はするんですけどね。逆側も もちろん同じようにこのシーリングでこのカップジョイントが抜けないようにですね止まってあるんですけども、これがねさっき簡単にポコって外れたかと思うと同じようにはなかなかいかないんですね。やっぱりなんか、まあ、スプリング的な部分もあったりしてですね、ちょっと苦戦してますねこれ。いやってことでちょっとまた私やらかしてですね、これ飛ばしちゃったんですね。でこの部屋のどこかには落ちてるんですけど、すいません見つかりませんでしたっていうことで、洗浄はですね、また全てのパーツを同じように行いました。今回ね、いつも使ってるワコーズの BC9 がギアを洗ってる最後の方になくなってしまってですね、ちょっとカウンターギアとかあの辺黒ずみ残ってるんですけど、最終的にはですね、中性洗剤とブラシでもう一度洗い直したっていうような、感じになっちゃいましたね。でも早速これ組み立てですけども、グリスに関してはもうフロントで説明した通りなんですけど、全く同じ方法で、グリスの方は使いながら、塗ってます。まあ、動画見てもらってちょっと早送りなんで見にくいんですけども、シリコングリスに関しては、筆を使いながらですね、なるべく薄く均等にっていう感じで私なりには気を使いながら、組んでみてるんですけども、構造的にはもうほとんどフロントと同じですね。まあモーターが入るでモーターが駆動するっていう部分で、少しギアの構成が違うんですけども、基本的には同じような形、構造をしてますね。ちょっとねこの辺トリセツをチラチラ見ながらやってるんですけど、まあね天の弱な私なんでちょっと取説通りに、従って行ってないもんですから、ここまで行ってあちょっとやべえカップジョイントつけてなかったみたいな感じでですね、例の、シーリング右が純正左がまた自作してみました。右の方が開いて見えるのはまあもちろん使ってたからっていうのはあると思うんですけど、自作のものに関しては意図的に少し狭めに最初はですね作ってます。でこちら側は、取り外した純正のシーリングをそのまま使ってあるんで、
そんなに苦労せずにですね、開き気味だったんで取り付いてます。こんな感じで取り付くんですね。まあ、前回みたいにグリスがついているので若干見えるかなという気はするんですけど、でデフに関してはですね、またタミヤのアンチウェアグリスですね、これを前回同様に少したっぷりめに使ってます。ただね、まあカウンターギアが入る関係でちょっとオープンな部分からどうなのかなという気はしたんですけど、まあね、もうちょっとその辺どうしようもないので、フロント同様に少し多めにですね、アンチウェアグリスの方を塗りながら組み立ての方を行っています。で反対側ですね、こっちはもう自作のシーリングを使用して、一応このカップジョイントの方を止めてあるんですけども、触った感じはですね、ちょっともうこれわからないですね。本当に引っ張って抜こうと思ったらもしかしたら抜けるのかもしれないんですけど、さすがにねそこまで力入れてね、壊すつもりではやれないんで、まあちょっとこれ様子見ですね。でもどうしてもダメだったらもうこの辺は復刻版のパーツに置き換えるしかないかなという気はしてるんですけどね。でフロントと違って赤く見える樹脂のパーツが上下についてあるんで、その辺は若干噛み込みがですね、噛み込みというか噛み合わせがですね、良くないかなという感じです。で分解するときにも言ったように、とりあえず上下2本しか、止まりませんから、割と、まあ、簡単といえばその辺は簡単かな。で、リアのギアボックスの方がですね、組み立てが完了しました。動作の方はですね、フロント同様に、シリコングリスやっぱり薄めに塗ってるっていう関係もあるんだと思うんですけど、まあまあ普通に動いてますね。さすがにまあカップジョイント持って、デフを動かそうと思うとすごく重たく感じるんで、タイヤ持って回す感じとはちょっと違うかもしれませんけど、まあ手元に来た時の状態から比べると十分に、重たくはですね、なってますね。でちょっとフロント側の締まりが悪いなと思って増し締めとかしてたんですけど、まあ、フロント側2本がですね、モーターと共締めみたいな形で、締まるもんですからね、その辺で少し、このギアボックス止める2本のビスだけだと、フロント側が開き気味っていうとこですね。そしてですね、もう今回のオーバーホールで一番大きな問題がですね、ちょっと起きてしまってるんですね。これアッパーアームなんですけども、ちょっとね向きが若干自信なくて、今取説を確認しながらですね、向きの方を確認してますけど、まあこんな風に取り付くんですが、このアップライト側ですね、かなり大きなクラックが入ってるんですね。ちょうど今爪が入ってたとこですけど、でさらに、L 側はもうこんな感じでもう完全に割れちゃってるような感じになってます。まあ、パーツクリーナーでこうなったっていうことが考えられないかといえば、まあなくはないですけど、まあもちろん最初からクラックが入っててこんな風になったんだろうなということで、これをですねちょっとまた部品手配して、今後進めていきます。次回はまあメカボックスやりたいかなと思ってますんで、またね、今回もちょっと長くなっちゃいましたけど、最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。この動画がね、もしいいなと思ったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。では、ありがとうございました。